ウェブリによるウェブページの更新の方法についての説明動画です。アカウント作りまして、ウェブリのサイトからログインします。ログインしたら、もうサイト作ってあるんですけれども、慈恵の仏技者協会のサイトを、指定しまして、サイトを編集のボタンを押して、ウェブサイトに行きます。そうすると、こちら側に、ページが見えておりますけれども、ページと左側にはその文字とか画像などを入れるようなツールがあります。これらのツールを右側に引っ張ってきて、その画像であるとかテキストを入れるというような仕組みです。で、いろんなページありますけど、このページの一番下の方に例えば 画像を入れたいとなると、画像のパネルを引っ張ってきまして、で、ここに写真アップロードで、これを指定して、ちょっと大きさを変えてやるなどすれば、これで、公開のボタンを押すと、修正が反映されます。で、ページを実際に、見てみますと、この下の方にこの画像が、出ましたねというようなことです。これ以外にも、こういうような感じで、ページの中身を、変えていブラウザ一つで変えていくことができるというようなシステムです。この講習会については、ブログの形式なので、新規の、記事を投稿というような形で、ちょっと操作方法がありますけれども、こういった形で、ブラウザがあれば、ページの更新、またページを足していくということもできるんですけど、そういうようなことができるというシステムであります。以上です。